AV 女優になって恋愛ってしたことありますか？ありますよ。AV 女優さんってなんかスタッフとの恋愛をしちゃいけないっていうことだったんですけど、はいはい、そうなんですか？そうですね。基本的にはスタッフさんとの恋愛は禁止です。スタッフさんと、男優さん、監督もダメですね。それはなぜでしょうか？もう表面上、その業界人同士がダメだよみたいな感じのあれなんですけど、実際は別にそんなにダメってわけじゃないと思うんですよね。業界同士で、付き合ってる人も知ってるし、結婚してる人も中にはいるし、実際その私が前いた事務所のマネージャーの奥さんが元モデルさんだったりとかもするんで、なんでダメかっていうと、事務所で預かってる女の子がそのスタッフさんとそういう関係になって、例えばそのスタッフさんに遊ばれてましたってなって、でも病んじゃってもうリストカットしちゃうとか、お仕事の現場当日にバラしちゃったりとかするとか、そういうのが一番ダメなんで、その仕事に影響が出なきゃいいらしいんですよね。 AV 女優になるとどうしても恋愛ってやりづらくなるんじゃないかと思うんですけど、その辺は実体験としてはどうですか？相手にどうやって言うかっていう問題がやっぱ出てきますよね。その自分がその付き合う人とかに正直に打ち明けるのか、もう黙って嘘つくのか、どっちにしろやっぱ多分相手の男の人は少しは嫌がったりはすると思うし、大体はやっぱやめろよってなると思うんですよね。AV ということで嫌な思いしたことありますか？でも私は AV の職業がなんかそんな軽蔑されるような職業じゃないと思ってるんですよね。 AV がなかったらなんかもっと犯罪とか増えてる気がしません？そのレイプだとか痴漢だとかそういうのが犯罪抑止力になってるのかなっていうのもあるし、普通の男の人とか女の人もそうだけど、男の人の場合はその AV を見たことがあるわけじゃないですか。やっぱりその今は見てないとしても学生時代とか絶対一回見たことあると思うんですよ。一回見てお世話になったことあると思うんですよね。だからなんかなんでそういうのに軽蔑するのかなって思ったりしますね。なんかそういう経験がありますか？実際にこういうこと言われたことがあるとか。でも実際その友達にバレたりとかもしてるんで、なんかこいつ AV なんか出てるしやばくねみたいな感じのこととか言われたことあるし、陰で言われたこともあるし。なんかそう言われた時ってどう返すんですか？正直もうどう返すか迷っちゃいましたね。でも自分の中で優先順位的には恋愛と仕事だったらもう仕事の方が上なんですよ。なんか別に恋愛なんかしなくたって生きていけるけど、仕事しなかったら生きていけないって思うし、その仕事のことを認めてくれた上で恋愛するのが一番、ベストなのかなって、わがままになっちゃうけども、そういう中でなんか、できる限りうまく付き合っていく方法っていうのはありますか？嘘をついて付き合うのも、ありかもしれないけども、やっぱいずれバレる可能性ってあるわけじゃないですか。バレてからなんか文句言われるよりはもう最初に正直に言っちゃった方がいいんじゃないのかなとは思いますね。言ってその上で認めてくれる人だっているかもしれないし、別にそんなずっと やり続けるっていうわけじゃないんだから、そのいずれ辞めるんだったらいいよって言ってくれる人もいるかもしれないし、だ正直に言って認めてくれたらそれは嬉しいし、認められなくってじゃあそんなお前とは付き合わねえよってなるんだったら、なんかもうそこまでの関係なのかなって。彼のために仕事を辞めるっていうのはもうありえない？そうですね、いずれ辞めるっていう考えがあっても、その人のために辞めるっていうのはなんか違うなって。そこまで自分を犠牲にしたくないですね。だって男の人だってあれじゃないですか、そのなんでそんな仕事忙しいの、全然帰ってこないじゃんって
もうそんな忙しい仕事やめてよって言われても、まあ、絶対やめないわけじゃないですか。場合は違いますけど、でもなんかそういうことな気がするんですよね。